バートー軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万157人であり、2000年の7万6019人から31.8%増加した。軍庁所在地はカーターズビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。バートー軍はアトランタ大都市圏に属している。 軍政府は単一コミッショナー方式を採用しており、この方式を採用する軍としては最大である。バー当軍は1832年12月3日に、チェロキー軍の中の元は、チェロキー族インディアンの領土だったところに設立された。当初の軍名は、ルイス・カス将軍にちなんで、カス軍と名付けられた。カスは、アンドリュー・ジャクソン大統領の政権で、陸軍長官、 ジェームズ・ブキャナン大統領の政権で中フランス大使と国務長官を務めた。1681年12月6日、軍名はアメリカ連合国の政治指導者フランシス・エス・バートに、ちなんでバートー軍と改名された。当初の軍長所在地はカスビルだったが、軍長者が焼け、ウィリアム・シャーマン軍が軍長所在地を占領した後、カーターズビルに移され、 現在に至っている。バート軍は南北戦争の影響が大きく、経済的に数十年間停滞した。1864年5月18日と19日、北軍ジョージ・ヘンリー・トーマス将軍がカンバーランド軍を率いて、南軍ウィリアム・ J ・ハーディ将軍のテネシー軍軍団を追い、また北軍ジェームズ・マクファーソン将軍がテネシー軍を率いて西に ハーディ軍の側面を突くべく動いた。この巨大な軍隊は破壊的であり、また食料を求めていた。部隊によっては統制が取れず、家屋を襲って乏しい物資を奪った。戦中西山が破壊され、軍出身兵士の3分の1が戦死したことで、多くの者にとって経済的にも社会的にも大惨事となった。奴隷は自由を得て共和党を通じて、 短期間だがその賛成権を行使した。1870年、黒人家族12件のうちの1件が自分の土地を所有した。黒人の3分の1以上が白人の加算で生活し、家木や労働者となった。解放奴隷の大多数が日雇い労働者が農園労働者であり、極少数が家事や車輪修理工、鉄工屋など技能職に就いた。 1870年代後半まで誰もが困難な時代を過ごした。黒人は事務苦労法によって第二級の市民に落とされていった。バートー軍は1960年代以来共和党の強い地盤である。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョン・マケインが軍投票総数の72.1%を得た。 バラク・オバマは26.8%を得たに止まり、バート軍は州内で最も民主党が弱い軍となっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は470.11平方マイルであり、このうち陸地459.43平方マイル、水域は10.69平方マイルで、水域率は2.27%である。 週刊高速道路アメリカ国道ジョージア修道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。